どうもすす。みません。平安スステイクスの結果分析ですちょっと先に余談になるんですけれども今日の日曜日の競馬にも関係していきますんで先にしゃべりますね僕は普段はあまり時間がないんでパドックだけでも見れたらそのレースをちょろっと買うっていうような感じでリアルタイムではレースはほとんど見れないちゃんと見れないことが多いんですけれども昨日の土曜日はですねちゃんと一日中見てて それでで29レースぐらいやったんですけまあもちろん馬券の買い方としては副賞が多かったり副賞単賞とか生まれんとかそういうような感じではあるんですけれどもまあでも調子のいい部類だったかなというところがあってでそれぐらい調子が良かったのは理由がありましてまずは運ですね運が良かったっていうのもあるんですけれども。 他にはジョッキーが思う通りに乗ってくれるレースが多かったということあとはババが読みやすかったっていうところもあって僕がババが読みやすかったんでジョッキーたちもババが読みやすかったっていうところもあったと思いますしそういったような流れがあったということあとは有力馬にある程度優秀なジョッキーが乗ってたっていうことですね僕がパドックで見て目立った馬にいいジョッキーが乗ってることが多かった。 レースに行ってどう乗るかっていうことがイメージしやすかったっていうところがあったんですよね。で、傾向についてしゃべりますとですね、まず、馬場としては東京コースはですね、ダートコースは前残りが多いですね。両馬場にしては後ろから行った馬が届きにくいというか、そういったようなレースが多くて、まあ、そういうふうに先行馬、有利な馬場っていう中で土曜日は進んで、ず,ずっとそういう感じで進みましたね。そういったた中で後ろの馬ちが まく一気にまくったりだとかそういったような競馬をすることも少なかったんで、まあ、ちょっと締まりのない感じで前残りが多かったなっていう感じですね、まあ、でも土曜日あれだけ前残りだったんで今回の日曜日ですね今日の日曜日に関しては g 1のある日ということもあってトップジョッキーたちも集まってきますし思い切ったことをするようなジョッキーもしくは競馬が厳しくなって 土曜日ほどは前残りにならない可能性もありますんでその辺は様子を見ながら調整しなきゃいけないのが今日の日曜日かなっていうところがありますねあとは芝コースですね東京の芝コースは先週先々週は軽めの馬場で前残りが多くてあとはロスなく立ち回った馬が有利っていうようなそういったような馬場ではあったんですけれども今週は多少芝丈が長いのか 中中段あたりから真ん中所を外にに差すすよよようううななそいっっし馬がレースによっては目立ちますですから先行馬が不利っていう馬場ではないんですけれどもレース展開によっては差し追い込みも効くようなそういったようなレース出てくると思います特に土曜日日曜日午前中とか芝を使っていった場合ですねそういった場合にだんだんと内の方も荒れてきますんで メインレースにに近づくにつれてある程度差し馬たちもも構想しやすすいいい場になっていく可能性もあると思いますねただそれに関してはですね土曜日は短距離はやっぱり先行馬ロスなく立ち回った馬が有利っていう感じもありましたんで基本的には 1800m 以上とか中距離だと差し追い込みが効きやすくなる可能性があるなっていうような感じで見てます、まあ、でも使っていけば短距離 1400m とかでも 差し追い込み効くようなレース出てくるかもしれないんで、まあその辺はババを見ながらっていう感じですね。やっぱり短距離の方がワンペース気味になりやすいということで、そういった意味でもそのレース展開緩急の中での差し馬がはまる可能性っていうのは多少落ちるっていうところもありますんでっていう感じですね。続いては新潟の芝コースですね。新潟の芝コースは雨が降ってましたし、パッと見 内立ち沿いが悪悪くく見えるるようなな感じはははあるんでですすけれども、意外とうちの方は悪くはなかったですね。特に内回りコースの時にですね4コーナー前後のところ内らし沿いに近いところもしくは前に壁を作りながらなるべくロスなく立ち回った馬たちは好走する傾向にありましたでそういった中で内枠の有力馬にですね丸山元気騎手が乗ることが多くてそれで。 マレーマ元気騎士はですね結構コンタクトだとか技術的なレベルは高い部類のジョッキーなんですけれどもちょっとそういった中で丁寧なんだけれども直線そんなには追えないっていう感じが今まで目立ってたんですがここ数週間でですね結構その追う訓練をしてるのか以前よりかは追えるようにはなってきてるなっていう感じで、まあ、そのトップレベルみたいな感じで追えるっていうことはまずないんですけれどもまあでも 丸山元気衆としてはだいぶ終えるようになってきたなっていう感じがあってやっぱりちょっとモチベーションが上がってる時期なのかなっていう感じでまあダービーの方も回ってきましたねアドバイアアルバに乗るっていうふうになったみたいなんですけれどもものすごく流れが良くて丸山元気衆調子がいいみたいですねで馬場の方も把握しててそういうふうに芝コースで4コーナー前後 内ラジオに近いところ、ロスなく立ち回って足を溜めてっていうような形で高企業が目立ちました。で、あとは丸田騎士ですね。丸田騎手はまあ、いつでも大体うまいんですけれども、土曜日に関してはほぼパーフェクトに近い基調だったかな？っていう感じで、上位仕事に入るような馬だったら、大体馬券圏内に入っ持ってくるような。そういったような感じが昨日はありましたね。まあ、今日に関してはちょっと。 丸山元気騎手に関しても丸田騎手に関しても昨日ほどは調子は良くないかもしれないんですけれども、まあ、ただやっぱり丸田騎手はまず安定感があるということで、まあ、日曜日は有力はいないかもしれないんですけれども、まあ、でも丸山元気騎手も以前よりかはある程度信頼性がおけるジョッキーになってきている時期かなっていう感じはありますねただそういった中で気をつけなきゃいけないのは まあ芝コースに関してはですね日日曜日はだんだんと乾いていく可能性があるんんんですよねだんだんと乾いていてったら内拉地沿いの方は乾きにくい可能性があってそれっていうのはやっぱり競馬場っていうのは内拉地沿いを向けてだんだんと下がっていくっていう内拉地沿いの方が低く作ってあることが多いんで、まあ、そういった意味でも内拉地沿いの方が乾きにくいっていうような傾向もありますんで。 その辺のババの読み方っていうのは日曜日は難しくなる可能性はあるかなっていうところですね。まあ、それでジョッキーが乗り方コース取りを間違う可能性もありますんでそういったギャンブル性は出てくる可能性はあると思いますね。で新潟コースのダートコースに関しては比較的フラットかなっていう感じで力のある差し馬だったらさせる範疇なんですけども、まあ、基本的にはやっぱり先行してある程度能力のある馬たちだったら。 ジからまあ京都はですね京都の芝コースに関してもフラ,ッタフラットかなっていう感じでまあ内回りに関してはある程度ロスなく立ち回った馬やある程度ポジションを取れる馬が有利っちゃ有利っていう感じではあるんですけれども外回りに関してはある程度フラットな競馬で競馬しやすい ババかなっていう感じはありますね。力さえあれば、差し追い込みも効くっていうような感じですね。京都のダートコースについてなんですけれども、京都のダートといえば軽くて時計が速いっていうイメージの時が多いんですが、最近はちょっと時計がかかってますね。特に土曜日はやや重だったのにもかかわらず時計がかかってましたし、傾向としてはですね、 1800m1900m ぐらいの中距離になってくると後半 1000m の上がりも結構かかりますね1分2秒前後かかることが多いかなっていうような感じでまあ未勝利戦とか下の方の条件だったら1分3秒とか場合によっては1分4秒とかかかる時もあるぐらいそれぐらい上がりがかかるような傾向にあってこのヘ安アンステークスに関してはですね1分06秒だったんですよね。 数字上はそんなに速くはないんですけれども数字以上に厳しい明かりの競馬になったかなっていうところがあって能力がないと後半に対応できないようなそういったような競馬ではあったかなっていう感じですねでその京都のダートコースはフラットとまではいかないかなっていう感じで基本的には先行馬有利かなっていう感じで特に短距離ですね短距離だと真ん中よりも前から競馬できるような馬が有利な傾向にあるかなっていう感じで 最高音に近いところから直線だけでっていうようなことに関しては短距離だと相当展開がはまるかそれか相当自力がないとっていうような感じですんで、まあ、基本的にはやっぱりある程度スピードとセンスのある馬が有利な感じにはなってるかなっていうところですねで、まあ、中,中距離に関しては、まあ、フラットに近いので、まあ、あんまり考えすぎる必要はないかなっていう感じなんでヘアンステークスに関しては前残りではあったんですけれども そこまでで気にする必要はなないいかなっていう感じです、ねまあ、自力さえあればっていうような感じであとはいい状況が乗ってればっていう感じで普通に競馬を見ればいいかなっていう感じはあると思いますね、まあ、でもやっぱり土曜日競馬使ってますんでどの競馬場においても土曜日の競馬を後でビデオを見てもしくは反省をして ジョッキーたちが乗り方を変えてくる陣営たちの指示が変わってくる可能性がありますんでその辺は要注意かなっていうふうに思いますねあとは最後にですねジョッキーの調子でルメール騎手はですねものすごく調子がいいと思いますね、まあ、ちょっと今年に関しては以前の本当にすごかった頃のルメール騎手っていうイメージはなかったんですけれども、まあ、でもやっぱりナンバーワンのジョッキーではあったかなっていう感じ っていうそういったような程度だったんですけれどもなんか土曜日の競馬を見たらルメール騎手また調子を上げてきたなっていう感じがあって去年おととしの時の中でも調子が良かった時期ですねその時期に近いようなルメール騎手になってきたかなっていうところがあってまあいい馬乗ってる時っていうのはほとんど高走さすかなっていう感じですね。でそういった中で土曜日京都で乗って日曜日は東京に変わりますんで。 東京コースの傾向とか土曜日に乗ってない分やっぱり把握しきれてない可能性がありますので東京コースに代わってもしかしたらルメルキシは多少レースによってはミスに近いようなそういったようなポジション取り仕掛けが出てくる可能性もありますのでそういった不安はあるんですけれどもただ単純に馬を動かすということに関してはルメルキシ今週調子いいと思いますのでまあそういった意味でもまあ東京コース比較的 芝コースは乗りやすくなってますんで芝コースであるオークスですねオークスのアーモンドアイに関しては多少金曜日木曜日にイメージしていたよりかは乗りやすくなる可能性はあるかな構想しやすくアーモンドアイは構想しやすくなるかなっていうふうに思えてきましたでミルコテムロ騎手はですね このヘアンステークスは勝ったんですけれども、まあ、極端な形で逃げっていう戦法でしたし比較的乗りやすい戦法でもありましたんで勝ったは勝ったんですけれどもただミルコ・デ・ムーロ騎手に関しては特に調子がいいっていう感じでもないですしレースによっては良くない時のミルコ・デ・ムーロ騎手というかまあなんか中途半端に動いてって後半バタバタになったりとか。 引っかかったり気難しい馬をコントロールできなかったりだとかそういったようなレースも目立ちますんで、まあ、ミルコ・デムロク州に関しては絶好調というわけではないですね、まあ、でも極端に調子が悪いというわけでもないですし東京コースに変わるんで東京コースに変わってある程度極端な競馬をした場合もしくはオーソドックスに乗りやすいようなレース展開になった時ですねそういった時にはミルコ・デムロク州は基本的には 技術のレベルが高いですしあとは賞金の高い特別レースとか重賞レースになると高走しやすいそういったようなまあやっぱりなんか賞金の高いレースの方が目立つ良ョかなっていう感じでもありますんで、まあ、そういった傾向はあるかなっていう感じですねとにかくルメール騎手は調子はいいなっていうふうに感じましたそれではヘイアンステークスの結果分析に入ります1着サンライズソア2着クイーンマンボ 着クイーンンサタででししたた大外れでしたこのレースはあんまり時計は速くないんですけれどもさっきも言った通り今の京都は時計がかかり気味ですし前半スローに流れたということもありますんでそういった意味でレースレベルが低いっていうふうに勘違いしない方がいいレースかなっていうふうに思いますね。特に後半 1,000m は1分06秒で上がってるんですよね。 今の京都っていうのは後半1 0 0 0ル上がりもかかる傾向にありますんでオープン馬でも1分1秒台後半から2秒1分2秒前後ですねそれぐらいかかってもおかしくないそういったような馬場合ですんで1分06秒で上がったということは後半ロングスパートの結構厳しい競馬になったっていうことですねですから手応えが悪くなった馬が結構出たっていうようなところもあると思いますで 今回、プリンシア・コメーターとマイティティが何が何でもっていう感じで花に行く可能性が高いと見てたんですけれども、何にもやらなかったですね。まあ、この辺の馬たちについては、花でも切らないと、もしくはどっかで先頭に立つぐらいなことをしないとチャンスはないかなっていう感じはあったんです。まあ、見せ場もないまま終わったかなっていう感じで、そういった中でサンライズ・ソアがスタート出て、すんなりと花に立って、テーム迅速もすぐに引き換えるような競馬になりましたんで、 対列がすぐに落ち着いててて前半の入りなんか見てても淡々と流れたような感じがありますねその分サンライズソアは気分よくマイペースで競馬ができたっていうところはありますね途中から三つ葉が上がってきたりなんかしてそれでサンライズソアもペースを上げざるを得なかったんですけれどもまあでも極端に雑なことをしたわけでもなくてミルコ・デムロクシも落ち着いてサンライズソアも反応よく ちょっと待ってからスッとペースを上げれたっていうそういったような、まあ、とにかく三つ葉あたりを見てるとかなり早い段階で競馬が,うがい動いたようには見えるんですけれどもサンライズソアが仕掛け始めたっていうのはそんなには早くはなかったんでちょうどいいタイミングでペースを上げてそれでロングスパートの競馬に持ち込めてサンライズソア自体が能力を出し切れるような競馬ができたかなっていうような感じですね。 でもそういった中でも後半 1,000m かなり厳しい競馬にはなりましたんでそこを乗り切れたのはサンライズ・ソアに高い能力があったっていうことですねサンライズ・ソアの現時点での能力はちょっと低めにはつけたんですけれどもこれに関しては気難しくてまだ能力を出し切れないことが多いということで多少低めにしただけであってああいうふうにある程度能力を出すような競馬ができた場合だと能力数値的には80を超えるそれぐらいの 素質は能力のある馬かなないうようよ感じですねですから単純に展開に恵まれただとかそういったようなフロックみたいな競馬かというとそうでもなくて能力を本当に出し切れるようになったらグレートパールとかミツバとかテーム迅速と互角の競馬を安定してできるそういったようなレベルの馬かなとは思いますね。それではうちの方から1頭ずついきます。三つ葉 三つ葉は中段よりも後ろ辺りから向こう上面で動いていって3番手まで上がっていく前走のアンタレスステークスと似たような競馬にはなったんですけれども前走と同じようで今回の方がかなりきつい競馬をしてますねというのはアンタレスステークスの時には2番手まで行ったんですよねですが今回は3番手の外ということでこの1等分って結構違うんですよねさらにですね 今回はサンライズソアがある程度強い競馬をして逃げて残るような競馬ですねそういうふうに逃げ馬が強い競馬をしている時にはさらにその1等分のロスっていうのが大きく響く傾向にあって仕掛けのタイミングが難しくなってくるんですよねまあなんかその動いていくタイミングもかなり早かったですし後半の仕掛けに関しても中途半端ではありましたんで まあ後半のロングスパートの競馬の中でただロスのある競馬をして本当に中途半端な競馬でかなり負担のかかる競馬にはなったかなっていう感じなんですよね。ああいうふうにポジションを上げていくんだったら自分で競馬を作らないともろにサンライズ・ソアの競馬に飲まれて無駄足を使わされてるっていうようななし崩しに足を使わされてるような競馬なんで、まあ、かなり負担のかかるレースではあったかなっていうような感じですね。 それでこの馬に関しては松山騎手にチャンスを与え続けているようなところがあってまあそういった中でこの三つ葉っていう馬はやっぱりギリギリになるとズブいところがありますんで終えるトップレベルのジョッキーが乗った方が断然能力は出せるんですよねまあそういった意味での,そのコンビとしての不利さはあるっていうところでまだ評価が上がってきてない G1 を勝つべきレベルの馬なのに G1 を勝ててないっていうところは こういったようなところはあるかなっていうところで今後 g 1を勝てない可能性があってそれに関してはやっぱりそこの陣営の判断ミスですねもっと上のレベルを目指せる馬だっていうところを判断してしっかりと種馬になるために成績を収められるようにペストを尽くせなかったっていうところが出てくる可能性はあると思いますんでそういった意味で僕は三つ葉っていう馬は大好きな馬なんでもったいないなっていうちょ,っとちょっとかわいそうだなっていう感じありますね。 で馬体面に関してはですね前走のアンタレスステークスの方がバネがあって良かったかなっていう感じで今回は多少硬さが出たかなっていう感じはあるんですけれどもただスピード勝負に関してはですねある程度対応できるだけのそれぐらいの仕上がりの良さはあったかなっていう感じなんでなおさらああいう風な中途半端な仕掛けをしたのはよくはなかったかなっていう感じで要するにあそこから。 また2段階3段階の足を使えるだけのそれだけの瞬発力がある仕上がりではなかったんでそういった意味でも強気の競馬でマイペースでサンライズソアに4個ー,ー手前から並びかけるぐらいなそれぐらいな競馬をした方が能力は出し切りやすかったかなっていうところで、まあ、単純に松山騎手と手が合わなくて動ききらなかったっていうところもありますし仕掛け的にも不利な競馬を後半厳しい ペースのの中ででしたかなないうようよ感じの競馬ですねコスモカナディアンコスモカナディアンはですねやっぱりちょっと硬く見えますね馬体全体のバランスだけじゃなくて筋肉の質なんかもちょっと硬く見えるかなっていうような感じであんまり調子は良くないですねまあでも年齢的に完全に衰えたっていう感じでもなさそうなんでまた出来の方が上昇してくる可能性があると思いますし この馬に関しては右回りだと安定感がなくて、まあ、足を溜める形でどこまではまるかっていうようなイメージはあるんですけれども左回りだと結構器用に立ち回れるというか左回りではここのメンバー相手でも構想してもおかしくないレベルですんで、まあ、実際にテーム迅速相手に東海ステークスで2着してて接戦をしたこともあるぐらいなんでそれぐらい面白いところのある馬ですし。 また出来が戻ってきて条件さえ合えばっていうところはありますね。今回は後方からで、この今の出来としてはいい競馬をした方かなっていうような感じで次につながる可能性あると思いますね。リのスター王。リのスター王は年齢的な衰えがありますんで、全盛期の力を望むのは難しいとは思うんですけれども、でも、地方の深いダートで、 メンバーが落ちればまだ少しはやれる可能性はあるなっていう感じが見えましたんで、まあ、今の国のスター王としては極端に出来が良くないっていうことはまずないかなっていうような感じなんで、まあ、ここは相手が強かった条件もあんまり合わなかったっていうところかなっていうような感じですね。サンマルデューク,サンマルデュークはですね、まあ、やっぱり歩き方なんかでもピリッとしてないですし以前のメリハリの効いた覇気のある感じがないんですよね。 ま、気象面から気持ちが切れてるようなところもあってそういった意味で馬体面歩き方動きですねそういったところにピリッとしたところがないのかなっていうような感じなんですが、ま、気持ちの方が戻ってくればまた相手が落ちて後方一揆っていうような競馬がはまるような競馬出てくる可能性あると思いますんでまあもう終わったっていう感じでもないのでまた気持ちが戻ってくれればっていうような感じありますね。 低無迅速テーム迅速は休み明けにしてはすっきりとしてましたし仕上がりは良かったとは思うんですけれどもただちょっとすっきりとしすぎっていうようなイメージもあって休み明けっていうことを考えるともうちょっと余裕があって後ろの方に力強さを感じるぐらいの方が 58kg っていう筋量を考えるとイメージとしては良かったかなっていう感じで。 まあその辺の不安はレース前からあったかなっていうような感じですね。でそういった中で一番の敗因としてはこの間に合わない競馬をしたっていうことですね。普通の馬だったら3番手の内の方で足を貯めるっていうような競馬は競馬がしやすいそういったようなロスの少ない競馬ではあるんですけれどもこのテーム迅速に関してはとにかくマイペースでスピードとセンスとしぶとさを生かすそういったような競馬が合うかなっていうような感じで。 サンライズソアの競馬に飲まれたかなっていうような感じですね。まあ、この形になるとサンライズソアの方が強かったっていうのもあったかなっていうような感じですね。まあ、でも、金量差もあったっていうところで、まあ、ちょっと微妙なところではあるんですけれども、まあ、相手関係だとかレース展開によってはテーム迅速は3番手のうちに控えてとか、ああいうような競馬で構想はできるとは思うんですけれども、今回は逃げたサンライズソアが強い競馬をする中で、そういった中で、 低無迅速が空いたような競馬ではは合わなななかかっったたといいうよううころあよ感じですねですから早めに2番手に行くような形でそれでサンライズソアを潰しに行くぐらいなそれぐらいの競馬をしたらサンライズソアも気難しいところがありますんで外からプレッシャーかけられたら能力出し切れない可能性もありましたんでそういったようなレース展開によってはっていうようなそういったようなまあ今回に関しては 今回の競馬だっったたたかからこここううううういいういになななととろろも見えたところはあるかなっていうような感じですの、ね、でテイム迅速に関しては悲観する内容ではないんですけれどもただこういう競馬をしたら勢いに乗ってた時期と比べて馬の気持ちが落ちる可能性もありますんでそういったところに関しては今後は注意が必要かなというような感じですね集中力を欠くような感じが出てきたらこの馬に関しては良くないところが出てくる可能性はあると思いますね。 グレートパール・グレートパールもテイム迅速同様というかそれ以上にこの間に合わない競馬をしたかなというような感じですねですからこの配線に関してはあんまり気にする必要はないですねで人によっては、まあ、競馬専門チャンネルの競馬評論家なんかは前奏休み明けで構想した反動があったんじゃないかというようなそういったようなことを言ってたんですけれどもそういうことはないと思いますね単純にまず 乗り方が合わないですねこのまま足を止めて直線勝負っていうような感じの競馬っていうのは現状では合わないですねですから前走前前走みたいに多少強引でも強気に早め早めっていうような競馬でこのまの不器用さだとかずぶさっていうところをカバーするような乗り方が必要かなっていうような感じで前走前前走に関しては川田棋の好騎乗あっての構想だったんですけれども今回に関してはうまくは乗れてないですね。 ただそれに関しては、川田騎手がこういう競馬を試してみようと思ったのか、それとも陣営の方がこういう競馬を試してみようということで指示をしたのか、さらにそれとも川田騎手も陣営の方もこういう競馬が合わないっていうことを知らなかったのか、そこはわからないですね。僕からするとこういう競馬で勝てるっていうふうに思ってる時点でちょっと違うんじゃないのっていうような感じはありましたんで、まあ、レース、 見ながらまあ、4コーナーから直線を向いた時ですねあの競馬だと多分厳しいだろうなっていうような感じでは見てましたただそういった脚質に関しては現状のグレートパールはそうっていうだけであってもうちょっとバネが出てきた場合だともう少し瞬発力勝負に対応できるような感じの馬になる可能性はあると思いますね現状ではちょっと後ろの足先の筋肉が多少硬く見えるというかあまりバネを感じないようなところがあってその分スピードとパワーと しぶとさ能力で勝負すする方がいいいかななううような感じありますね、まあ、でもダート馬なんでそういうふうに多少後ろが硬く見えても問題ないんで現状でもグレートパールは十分強いですね。でそういった中でも中内打球車はですねあんまりその距離を伸ばしたりだとか中距離でメリハリの効いた切れる馬を作るということに関してはそんなには得意っていうイメージはないので。 どちらかというとマイル前後でスピードとパワー重視の馬を作るっていうようなイメージが強い旧車なんでこのグレートパールに関しては現状の感じの客室のまま行く可能性の方が高いかなっていうふうに見てますまあでもとに,とにかく現状でも十分強い馬なんでこういったような感じでだんだんともっと強くなってパンとしてくれればっていうような感じありますねとにかく、 今回はサンライズソアとかこういったような逃げ馬ペースになったようなところもあって、まあ、こういう競馬になると乗り方が難しいところも出てくる可能性があるかなとは思うんですがただ、まあ、これぐらいの力関係だったらグレートパールは今回に関しては三つ葉の外に背面出して一気に勢いをつけて4コーナーで先頭に立つぐらいなそれぐらいの強気の競馬をしていれば全然違った競馬になったかなっていうところですねアスカノロマンアスカノロマンはですね まあやっぱり年齢的な衰えがあって、まあ、そのメリハリの効いた感じが馬体には出てこなくなってきてますが、まあ、ただ現状の飛鳥のロマンとしては仕上がりはいい方だったかなっていうような感じで、まあ、極端な形で後方から直線勝負っていうような感じで悪くはない競馬をしたかなっていうような感じですね。名勝住友 名将・住友も一時期の調子のいい時と比べると多少余裕があるというか動きが窮屈でメリハリの効いた感じがなくなってきてはいるんですけれどもまあでも極端に能力が落ちたっていう感じでもないんでもうちょっとメンバーが落ちればっていうような感じはありますねちょっと今回は後半結構厳しい競馬になって5 8 k ロ、調子もそんなに良くなかったっていうところが出たかなっていうようなところですねサンライズ・ソアサンライズ・ソアはですね 馬体面なんか見てても人たたきしてほぼ干潮に近いような出来で出走できたかなっていうのところがあって、まあ、やっぱりこういうふうにマイペースで競馬ができて気分よく走れた場合だと能力の高い馬だなっていうような感じはありますね。まあ、ただ、まあ、この馬が逃げなきゃいけなかった理由っていうのは気象的に難しいところというか欠点があるということなんで。 まあやっぱりレース展開によっては他の馬たちに途中から花を奪われたりだとかもっと思い切ったことをするようなジョッキーがいれば今回も途中で花を奪われた可能性もありましたしまあ中途半端な競馬をした場合だと気難しさを出すようなそういったところも出てくる可能性があるまだと思いますしなるべく極端な競馬ですね逃げるか2番手もしくはうちらちのに近いところで なななるべくくロスなくっていうようよ形の競馬です、ね、まあでもそういうような感じでバグの中入るともしかしたらダメかもしれないんで微妙なんですけれどもまあとにかくなるべく極端な競馬もしくは最高峰ですね最高峰から競馬をして直線だけの競馬かそれか後ろから行くにしてもどっかのタイミングで外をまくってマイペースで競馬をさせてあげるそういったような競馬をした方が現状では能力を出し切れるかなっていうところで。 この気難しさっていうところはなかなか取れない可能性がありますんでまあこういうような感じでいくような可能性が高い馬かもしれないですね。クイーンズ・サタンクイーンズ・サタンもまあ本当に今勢いがあって絶好調だったんじゃないかなっていうふうに思いますねで距離の方も以前はもうちょっと短い距離を使ってたんですけれどもこの距離の競馬にも慣れてきてそういった中で 中段よりも後ろの方の内らチ沿いの方で足を貯めてそれで馬群もばらけてくれましたんでスムーズに外に出すような形で最高の形でのドハマリっていうような感じではありますね、まあ、ちょっとその瞬発力勝負になったりだとかあとはもうちょっと難しい隊列レース展開になった場合だと足りないところはここではあると思いますやっぱりここの上位の馬たちっていうのは相当の能力が高いんで 簡単にはは逆転でできるとは思えないんですけれどもただこういうふうに一度り進路取り展開がどハマりした時っていうのはいいところがありますしとにかく今回は後半 1,000m の上がり結構厳しい競馬でしたんでただのフロックでこういったようなはまり方をするわけでもないのでまあはった時にはいいところがあるということですねちょっと自力だけで差し切るだけの切れる足はないんですけれどもレース展開次第でっていうような感じは出てきましたね。 プリンシア・コメーターーープリンシアコメタはですねなかなか面白い馬体をしてるんですよねこういうまあですねダートの両馬場でダートの鬼っていうような走りをする可能性があるそういったような感じの馬体をしてるんですよねですから多少足抜きのいいダートになったっていうのはマイナスかなっていうふうには思いますし何より今回は花を切らなかったっていうことですねちょっっと相手が格上なんででそういった中で 中途半端なな綺麗競馬をししようとしても通用しないですよねですから大逃げに近いような感じの競馬をするだとかとにかく競馬の主導権を握って競馬を支配してなんとか力関係を逆転するっていうような乗り方が必要だったかなっていうような感じですね。ですから馬対面だとか仕上がりに関しては良かったですしやっぱりこの馬もうちょっとメンバーが落ちれば雰囲気がある馬ですし自分の競馬ができた時には怖い。 と思いますしどちらかというとダートの両馬場の方がいいと思いますね。名称宴。名称宴も一番いい頃の勢いはないですし、ピリッとした感じがないですね。まあでも、叩いて変わる可能性もありますし、ローカルの方でメンバーが落ちれば、あとは調子の方が戻ればっていう感じがありますね。名村嵐。名村嵐はですね、やっぱり追い切りの見た目のまんまというか、 追い切りで気難しくて、走りに集中してないというか、嫌々走っているような感じがありましたんで、それがパドックでの見た目にも出てますね。ピリッとした感じがないですし、馬体面に関してもシルエットが良くないですね。ですから、パッと見に関しては、そんなに大きく変わってないかもしれないんですが、細かく見ると、吐きだとか、あとは躍動感、筋肉の質だとか、体の動き。そういったところで出来が落ちてるな、っていうような感じがありますね。 まあ後方で足をためるような競馬をしててこの馬の能力を考えるとああいったような競馬だならある程度の足は使えるとは思うんですけれども、まあ、やっぱり馬体面から力が落ちてますし気象的にも前向きさがないかなっていうような感じですねちょっと時間がかかるかもしれないなっていうような感じが出てきましたクイーンマンボクイーンマンボウは 多少余裕があるかなっていうような太くは見えるんですけれども、まあ、でも必要な筋肉はついてますしこのまの能力は出せるような仕上がりにあったかなっていうところですねで、まあ、ルメール騎手も落ち着いて乗って徐々にポジションを上げるようなそういったような感じの中でもしっかりと足を溜めてる全然ロスのあるような競馬にはなってないんですよね。まあ、普通のジョッキーが乗ったら あ,あいったような乗り方をしたら多少ロスが出てくるそういったようなところはあるとは思うんですがルメルク氏は根本的に馬を動かす技術が高いですし特に今調子がいいんで動かしたい時にスッとある程度動かせるっていうところもあってクイーンマンボーは多少不器用なところはあるんですけれどもそういった中でも今回のレース展開で動かせたっていうのはルメルク氏の調子の良さ技術的なレベルの高さっていうところもあるかなっていうような感じですね。 で仕掛けのタイミングだとかそういったようなことに関しても完璧でしたし現状としては最高の競馬ができたんじゃないかなっていうような感じですねでこの馬に関しては絞れたりあとは相手関係ですね牝馬限定のレースになってくるともっと目立ってくる馬だと思いますし今現役のダートの牝馬の中で一番強い馬の一頭だと思いますねトップディーボー トップディーボは現状のこの馬としてはかなり出来は良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。以前はもうちょっとメリハリの効いた切れる足を使えたんですけれども今はワンペース気味の馬になってますんで、まあ、どっかのタイミングで一気に動くだとかあとは立ち回りでなんとかするだとかそういったようなしぶとさを生かすような競馬をしなきゃいけない中で今回はまともに外目の方を回って工夫をしてないような競馬になったんですよね。そういうい能力を 出し切れなかった部分もあると思いますねですから乗り方によってはもうちょっと差は縮まるそれぐらいの能力はあるまだと思いますね。マイティティマイティティは前走も仕上がりは良かったんですけれども今回も仕上がりは悪くなかったと思いますね。ですが中途半端な競馬をしてしまって、ね、やっぱり花切るかもしくはどっかで花に立つか大逃げみたいな形の競馬をしないとここでは厳しいところがあるかなっていうところがあって。 早めに手応えが悪くなりましたし、全然意味のない競馬をして終わったかなっていうような感じですね。まあ、ちょっと相手も強かったですし。力差的にも結構だいぶ差はありましたんで。メンバーが落ちて、牝馬限定の地方交流。重所あたりでマイペースで逃げられた場合にはいいところが出る可能性ありますし、この馬に関してはまあ、地方のダート競馬場によって。 ババの合う合わないっていうところが出てきそうな感じでババだとか競馬場があった時っていうのは怖いところはある馬だと思いますね以上です吉本興業 a b c d e u 会員というコミの東野の昴と申します失礼します